はい、皆さんこんにちは。本日はね、ビキニ桐生文化会館にやってまいりました。で、本日ね、桐生文化会館にやってきたのはこちらになります。はい、というわけでね、本日はね、歌声カルテのね、昭和歌謡コンサートにやってまいりました。で、チケットはね、こちらになります。そうで、あのね、改めて、歌声カルテとですけど、まあ歌声カルテを、まああのね、バリトンの加藤賀江さんと、あとね、テノールの江上玲奈さんですかね、この2人が歌を歌い、昭和歌謡ですね、昭和歌謡を、まあこのオペラ歌手の技術でね、歌い上げるということで、ものすごくいいんですよ。これがこうね、なんとなくこう頭の中イメージしているものとはね、やはり生で聞く歌声のね、この迫力ですよね。プロの歌手というかね、もうプロのそういった、なんだろう、音楽家の歌うこの歌声はね、本当にこうまるでね、こうバズーカ砲のようなね、この迫力あるわけですよ。花火とかのね、振動とかあるじゃないですか。花火のこの衝撃が、テレビで花火を見ると何かしら物足りないけれども、このね、現場で行くとすごいこの花火の衝撃感とかあって、それで結構感動とかするわけじゃないですか。やはりこの生で体験することのこの迫力ですね。それが見事にあるのがね、この歌声カルテットなんですけど、まあ今回もね、本当にいい歌で、もうね、あっという間2時間があっという間で終わるんですよね、本当に。まあ途中1時間でね、1回こう一部が終わり、休憩があって、まあトイレ休憩ですね、トイレ休憩があって、ね、2部になるわけですけどね、充実したね、2時間があっという間に過ぎていきますね。というわけでね、またね、今回ね、プログラムがね、変わっていたのでね、結構なかなかね、楽しめましたね。で、本日歌った歌がですね、まずね、真っ赤な太陽ですね、真っ赤な太陽の次に、あざみの歌で、シナの夜、テネシーバルツ、灘草草で、こういう大ソーレミオ、あと100万本のバラ、あと無縁坂ですね。そして最後にあの鐘を鳴らすのはあなたですね。で、これがあの第1部です。で、これが第1部で、で第2部あんで、その後ね、休憩がありまして、で第2部はね、あのピアノの吉田幸男さんですかね、吉田幸男さんによる渚のアデリーヌですね、渚のアデリーヌという曲を弾いて、でその次ね、バイオリンの桜井正彦さんですね、バイオリンの桜井正彦さんが登場し、で今度はね、ピアノとバイオリンで To Love You More を弾きましたね。でその後にまたね、江上玲奈さんと加藤賀江さんが登場し、今度は4人で、浜辺の歌ですね、浜辺の歌、村祭り、星の夜ですね、そこら辺を歌いまして、でその次はね、甲子園の栄冠は君に輝く、で古城、黄昏の美吟、船歌で、サライですね、こちらで、とりあえず2部が終わり、でさらにアンコールで愛ざんさんで、もう一つアンコールで You Raise Me Up ですね、こちらを歌いましたと。もうね、みんな素晴らしいんですよ、本当に。今回ね、結構昭和歌謡とは言いながらもね、ヒット曲ですね、結構ヒット曲が多めになってましたね。ね、あの栄冠は君に輝くなんて、本当にプロの音楽家が歌ってるような歌じゃないですか。まさにあんな感じなんですよね、あんな感じの歌で歌われる感じで、まあそれでね、他にもね、こうまあ船歌ですね、八代亜紀さんのね、船歌とか、こうね、男性のこのテノールとバリトンで歌われるのでね、このね、味わいが違ってね、またいいんですよね。でさらにね、オリジナルのね、プロの歌手にはないこの強みとしては、やはりテノールとバリトンの2人がいるってところですね。このハーモニーができるんですよ、やはりね、このプロの音楽家によるこのね、オペラ歌手のね、ハーモニーがね、入ることによって、まあこのハーモニーという点ではね、オリジナルの歌手が1人で歌うよりは、まあそこのね、音の響きの広さとかね、そういったものではまあ勝っているとも言ってもいいんではないでしょうかね、うん、そういった感じになりません、ね、なのでね、まあ、ここのこのハーモニーがあるところがね、強みでもあるし、まあ、あとね、この昭和の歌謡の曲をね、最初から最後まできちっと聴けるところはね、なかなかいいですよね。まあ、あとね、サライとかね、まあ最近ちょっといろいろ24時間テレビもね、問題になってますけど、こうサライね、改めてこうね、いい歌声で聴かされると、なんかね、このサライを作った時を思い出しますよね。あの谷村新司さんと加山雄三さんがね、こうなんか缶詰になって作ってたっていうのをね、思い出されたりとかしますよね。でそう思うと、あ、谷村新司さんはもういないんだなとかって思ったりとかね。あとね、この灘草草ですね、灘草草なんていうのはね、もうあの森山良子さんの歌ですけど、まあこれをね、またこの男性の音楽家ですね、テノールとバリトンで歌ってるとね、本当にいい曲だなって感じで、本当にだからオリジナル、そのオリジナル歌手ではない、このまたね、アレンジというか、であのこういったね、あのオリジナルのこの色の強い曲あるじゃないですか、
ナタ曹操とか、まあ、あの鐘を鳴らすのはあなたとか、あと無縁坂のね、さだまさしさんの代表曲ですけど、まあ、ここら辺をね、もう変にこういうのを歌うとなると、まあ、あのモノマネが入ったりとかするわけじゃないですか。よく他のタレントさんが歌うと。ただね、モノマネ的なものは一切なく、本当にド直球のこのね、プロとバリトンとテノールという感じのね、その歌い方で歌い上げるので、これはこれでね、そのオリジナルのその曲が好きな人にとっても、まあ、聴いてみたらいいアレンジという感じになるんじゃないですかね。あ、プロのね、この、なんだろうな、オペラ歌手が歌うと、あ、こういうバージョンになるんだってことが楽しめるので、まあ、ぜひね、この、まあ、歌声カルテットの商売会コンサートね、来てみるといいんではないでしょうか。まあ、当然ね、今回も満員御礼ですね、完売してません。全席完売ということで、で、またね、こう、来た人がまたね、リピーターになるというか、で、また、この、いつもなんですけど、このコンサートしたら次、またこのね、ビキニ気流文化会館にやってくる時のこのね、チケットをまた販売するので、これを買うというね、こう、いい循環ができてますよね。まあ本当にね、こう、またね、来るたんびに曲が変わるわけですよ。これがまた魅力ですよね。その、なんだろう。この定番の曲っていうのがあるわけじゃなくね、昭和歌謡、まあもしくはね、平成に入っていてもちょっと昭和っぽい曲ですよね。千の風になってとか、今回ではね、名田曹操とか、まあ、平成の曲ではあるんだけど、こう懐かしい曲、まあもしくはね、逆に昭和よりさらに昔はね、大正の歌とかね、大正時代とか、そこら辺の歌もね、歌ったりとかするので、まあそこら辺もね、あの楽しみだったりとかするわけですよ。全然ね、知らない曲ね、僕らの世代でも全然知らないような曲も歌われたり、まあ逆にね、この昭和の名曲っていうど真ん中だったり、まあ場合によってはね、こう平成に近い曲とかね、もう有名な曲とか、まあおなじみの曲とかね、そういったものを歌われるので、まあぜひね、あの一度見てもらえるといいんではないでしょうか。もうね、チケットもね、結構売り切れちゃうので、まあぜひね、一度チケット買って来られるといいんではないでしょうか。というわけで本日はね、歌声カルテットの昭和コンサート、2024年8月5日のビキニ気流文化会館の会を見に来たでした。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。ではまた。